スティトロニツカリペンシスアブラヨタカは、ヨタカメアブラヨタカカに分類される鳥類の一種である。森林へ出て飛びながらヤシなど、油分の多い果実を取る。ヤシなど、油分の多い果実を食べる夜行性の鳥で、かつては太ったヒナを捕らえて採油していたため、アブラヨタカと命名された。南アメリカ北部とトリニダード島に分布する。名鳥として、パナマ、コスタリカでも記録がある。 全長約4 6トルないし40から4 9トルで、翼階長は約9 2トル。翼は体に比べて長めで先端が尖っている。上口端は針状に曲がっていて、付け根に沿って長い髭状の羽毛が生えている。足は短いが、爪は鋭い。体の上面は茶色で、尾と翼には暗色の帯状の線が走る。頭部から、 尾までの全身によく目立つ白いブチが散らばっている。体の仮面は上面に比べて淡い褐色である。山岳地帯の山腹にあるホラー穴や小乳道、海岸の海食道に生息する。夜行性で日中は洞穴内で休息を取り、日没声差を求めて外に出る。夜行性の鳥類では唯一果実食で、もっぱら、ヤシカ、クスノキカ、 ラン化などの植物の果肉が脂質に富んだ果実を食べる。鋭いくちばしで果実をちぎった後丸飲みにし、ねぐらに戻った後日中にゆっくり消化する。未消化の種子は巣の周囲に吐き出す。洞結内で集団で繁殖する。ホラー穴の岩棚の上に繁殖化の植物のセミや食べかすなどを積み上げて巣を作る。同じ巣を 毎年修復しながら利用する。繁殖期は通常1から5月の年1回だが、地域によっては年2回繁殖している。一腹2から4個の卵を産み、放卵期間は約34日である。私有共同で放卵する。ヒナは約100日で巣立ちする。ヒナは成長よりも体重が重く太っており、原住民はヒナを捕らえて煮詰めて油を絞り、 照明用や調理用に利用していた。このことが英名イルワードの由来である。現在では多くの生息地で保護されており、この習慣はほとんど見られなくなった。生息数は多いものの、生息地の環境破壊の影響が懸念されている。ありがとうございます。